琵琶湖疎水。琵琶湖疎水とは、琵琶湖の湖水を西隣の京都市へ流すため、明治時代に作られた水路、疎水である。国の史跡に指定されている。琵琶湖疎水は、第一疎水、1890年に完成と、第二疎水、1912年に完成を総称したものである。両疎水を合わせ、 秒速23.65メートルを、滋賀県を打つ市美穂が先で取水する。その内訳は、水道用水、秒速12.96メートル、それ以外に、水力発電、灌溉、下水の送流、工業用水などに使われる。また、素水を利用した水運も行われた。水力発電は通水の翌年に運転が開始され、営業用として、日本初のものである。 その電力は、日本初の電車、京都電気鉄道、後買収されて、京都市電を走らせるために利用され、さらに工業用動力としても使われて、京都の近代化に貢献した。疎水を利用した水運は、琵琶湖と京都、さらに京都と伏見、宇治川を結んだ。落差の大きい蹴上げと伏見には、ケーブルカーと同じ原理のインクラインが設置され、 船は、線路上の台車に乗せて移動された。水運の消滅に伴いインクラインはいずれも廃止されたが、ケアンギインクラインは一部の設備が、生態保存されている。無隣、イオリア平安ジングル新園、氷堤、菊水、何ありそう、炎山公園をはじめとする東山の庭園に、また、京都御所や東本願寺の防火用水としても利用されている。一部の区間は、 国の史跡に指定されている。また、疎水百選の一つである。京都市は、幕末の金門の辺で市中の多くが焼け、明治維新と東京店舗に伴い人口が減少し、産業も衰退した。このため、第三代京都府知事の北垣国道が考え、上水道、水運、水車の動力を目的とした、琵琶湖疎水を計画した。そして、主任技術者として、 東部大学校を卒業したばかりの田辺喜太郎を、認知、設計監督に当たらせた。第一疎水は1885年、明治18年に着工し、1890年、明治23年に、大津市美穂が先から鴨川合流店までと、毛上げから分岐する、疎水分線とが完成した。4月9日には、明治天皇と昭憲皇太后の五輪皇を仰ぎ、 竣工式を挙行している。第一疎水、大塚鴨川合流転換と疎水分線の建設には総額125万円の費用を要し、その財源には産業機流金、京都府、国費、被災や寄付金などのほか市民に対しての目的税も充てられた。また、水力発電は当初は計画されなかったが、田辺らがアメリカで視察したアイデアを取り入れ、 日本初の営業用水力発電所となる、ケアゲ発電所を建設。1891年、明治24年に運転が開始された。この電力を用いて、1895年、明治28年には、京都、伏見間で日本初となる、電気鉄道である、京都電気鉄道、京電の運転が始まった。鴨川合流点から伏見堀詰の堀川までの、鴨川運河は。 1892年、明治25年に着工し、1894年、明治27年に完成した。第二疎水は、第一疎水でまかないきれない、電力需要に対応するとともに、新設する近代上水道のための水源として、京都市により、三大事業の一つとして進められた。1908年、明治41年に着工され1912年、 明治45年に完成し、取水量は、第一代に合わせて、毎秒850立方弱、23.65メートル、となった。日本初の急速ろ過式浄水場である、毛上浄水場はこの時に設置されている。なお、当初は、毛上げ南前寺から、鹿型に付近、現在の岡崎公園周辺に、水車の動力を利用した工場を誘致。 現在でいう工業団地を作る計画であった。シモン案、気候推書には、その一製造機械のこととして、水車動力の採用が触れられている。しかし、田辺らのアメリカ視察で、水車の設置は、京都の条件に合わないことが、明らかになったため、毛上げに実用化されて間もない水力発電所を設置し、市内に電力を供給するよう変更になった。毛上げ発電所は、 1> 第1疎水開通にやや遅れて、明治24年に送電を開始した。この電力で、ケアゲインクラインの運転もすることになった。日本初の電気鉄道である軽電の開業も、需要化確保の側面もあった。毎月1日と15日は、水路のもがりのため発電所が休止、電車も運休となっていた。後応答運河の恵比寿川線ダメに、恵比寿川発電所、また、 鴨川運河の深くさすみ染め町に、伏見発電所も建設され、市営の電力事業として運転されていた。1935年、昭和10年6月と8月の鴨川水害の復旧工事に合わせて、疎水の安居化に伴い塩工事発電所が計画されたものの、戦時体制で疎水の安居化とともに中止された。そして1942年、 昭和17年の廃電等政令により、関西廃電に発電所を現物出資して、市営事業としての幕を閉じた。2017年現在は三変電所とも、関西電力所有の無人発電所となって、発電を続けている。収運については、開通から十数年は客下とも大いに利用された。貨物では、大津からの下りは米、砂利、新炭、木材、レンガなど、 伏見からの上りは、新幹などであった。しかし、強豪陸運、主として、鉄道の発展により衰退し、伏見行き下りは1935年にゼロとなり、大津行き上り貨物は1936年以降、なくなった。伏見行き下りは、第二次世界大戦中に運行が再開されたが、1948年、昭和23年には、ケアゲインクラインも運転を停止した。 最後となったのは、1五十一年、昭和二十六年九月に、大津から山品まで運ばれた四点五トンの砂利であった。旅客は八百九十一年、明治二十四年に、大津毛上げの下りが一時間二十二分三十秒で四銭、上りが二時間二十分で五銭だった。並行する鉄道の京都馬場,場が、運賃上等五十銭、往復七十五銭、中等三十銭、 往復45銭、加藤15銭より、はるかに安く、馬車も8銭を6銭に値下げして競争したという。1911年、明治44年には、渡航およそ13万人を数えたが、翌年8月の京神電気軌道、原京半京神線の古川調察の辻開業で、およそ4万7千人に減少した。1915年、 大正四年の京阪本線五条の三条の延長により、電車で大津京都市内伏見が直結されると3万人台になり、唯一の都交線、会社、京近衛線は廃業した。戦後の1951年、昭和26年に新会社が設立され、館船が姿を現したが、同年冬の第一疎水取り入れ口改造工事のため、運行を停止した。 昭和期最後の周運は、大津から京都、山品への砂4.5トンの輸送であった。1959年、昭和34年に伏見インクラインが、また翌年には、毛アゲインクラインから電気設備が撤去された。1963年、昭和38年には、四条どんぐりの水面に駐車場が建設され、水運の機能は実質的に失われた。以後は、 池巣船や屋形船を使った料亭が見られたものの、2016年時点では観光目的の船が水面に浮かぶのみであった。一方で、2013年の京都、大津市長が船下りに試乗したことなどを機に本格的な観光船復活の機運が盛り上がり、2018年に観光船が大津家揚げ館で運航された。春季、3月29日から5月28日と、 中期、10月6日から11月28日で、火曜、水曜を除く。運行までの経緯については、観光船運航構想参照。気候主意書には、その六星船のこととして、着工前から計画のあったことが伺われるが、実際に、上水道に使うのは三大事業を待つことになった。琵琶湖水、第二水改書の理由書筆頭に挙げられ、 三種水名の地の井戸が実際には水質不良で水量も先の主遺所に見るように寒天が続けば枯れるものであるので、琵琶湖の水でこれを解決する他ないとした。毛上げ浄水場は毛上げ線ダメと三条通りを挟んで向かいに建設された。現在は毛上げ、新山下、松ヶ崎の浄水場が疎水から取水している、新山下は一部内側から。 美保が先から、冷静の鴨川恵比寿川出会いまでの完成時所限は、以下の通り。文線を含む、総延長1万620件、19307メートル。トンネル3、船ため6、篠宮、重箱、初羽根、日野岡、毛上げ、南禅寺、小五院、橋梁28、安居住、肛門2、大津、恵比寿川、水越城、越流石後、 放水場4、断面は、大津公門から、東、上流が、上36尺、10.9メートル下20尺、6メートル、深さ18尺、5.5メートル、異性が、上21尺、6.4メートル下14尺、4.2メートル、深さ7二2 1メートル。開局間は4つに分け、大津、藤尾、山品、大東角運河と称した。 大津運河は、出水口から米を埋め立てた京都築地102軒、185.5メートル、と大津高門を経て第一トンネル東口までの、堀割300軒、545メートル。富城運河は、第一トンネル西口から520軒、945メートル。山品運河は、富城運河終点から第二トンネル東口まで1753軒。 三千百八十七メートル、第二トンネル西口から第三トンネル東口まで百145件、六十四メートル、第三トンネル西口から、ケアギインクラインまで九92件、六十七メートルの、計九9 9 0件、六百十八メートル、ケアギインクライン三320件、5 8 1八二メートルを挟んで応答運河は、南前寺線ダメから、 鴨川であいまで、延長998件、1.81km、水面幅10件、18メートル深さ5から7尺、1.5から2.1メートル、恵比寿川拷門から下流では深さ10尺、3メートル。分線は、開通時は、毛上げから、小川頭までで、諸限は、以下の通り。総延長4615件1分9輪。 八千8 3 9 0四メートル、内水路角三百七百五寸、九十三点二メートル、トンネル3、裁本一、白川道、原子が越道、木戸井2、高野川に、超90軒、六十四メートル、鴨川に、長百二十軒、M、両者とも後に、コンクリートに回収。鴨川運河は、鴨川恵比寿川出会いから伏見掘り詰めまでで、完成時所限は、 以下の通り、総延長4920.48件、8945.45メートル、内掘り割り38 3870.38件、7036メートル、築立千五5 0 1 0件、1909.09メートル。また、平均勾配1、4000、幅19.8尺、6メートル、水深3.3から3.96尺。 1>, 1から1.2メートル。付属施設は、校門8、二王門、孫橋、三条、四条、松原、五条、正面、七条、橋梁四十、安居後、掛井さん、関留さん、インクライン一、船ためさん。第二疎水は、完成時の延長を4079件2分、7416メートル、現在の交渉地7423メートル。 五本のトンネル、尾関1471件、2674メートル、柳山358.3件、651メートル、安城寺山406件、738メートル、黒岩121件、220メートル、日四百499件、907メートルと、それらの間の埋め立て水路1193.74は、2170メートル、 途中四宮の海水路30件、54.5メートル。取水量毎秒550立方弱、秒速15.30メートル。第一疎水と合わせると水量が3倍近くに増える、ため、応答運河、鴨川運河も合わせて回収された。応答運河は水深を8.91尺、2.7メートルに、また、恵比寿川線ダメから、鴨川出合まで北側に並行して、 延長134万2分、73.7メートル、幅19.8尺、6メートルの白川放水路を、新設。鴨川運河は、鴨川であい伏見戸橋の5372件2分、9766.7メートル、内急運河部分、当初開通の掘詰まで4922件2分、旧伏見城残酷450件、818メートル。 幅十九点八尺、六メートルを四十二尺、十二点七メートルに、各水深三点三尺、一メートルは、伏見登り船ダメまで七7.92尺、二2四メートル、下船ダメから堀詰まで五点六一尺、一点七メートルにした。恵比寿川発電所、伏見発電所は、この改修では準備工事のみ行われ、本体は追加工事として、 大正3年に完成した。1931年、土橋下流から新高瀬川へ延長およそ900メートルの伏見新放水路が完成し、伏見新放水路起点と堀川の間の疎水本線に伏見清水門と伏見高門が設けられた。伏見清水門を閉鎖することにより、洪水時に伏見の街中の被害を避けることが可能になっている。 日本国有鉄道、当時の古際線建設により、第一トンネルと第二疎水トンネルが、長良山トンネルと交差し、また諸羽値軸で開け水路の一部に支障を置きたすため、改修、経路変更が行われた。交差部はトンネルの補強を行い、経路変更は、総延長六百二十八メートル、内初派値トンネル五百二十二メートルで、約二百六十メートルの短縮となり、 勾配がこの区間の2800分の1となった。鴨川佐岸堤防上に付設されていた京阪電機、鉄道京阪本線、塩工事通りとの交差部マイナス3条駅の地下化及び、鴨川電機鉄道の3条駅で町柳駅、建設、川端通の延長と一体として、塩工事通り以北の鴨川運河の改修と、大部分の安居化が実施され、 京阪大東線は1989年、平成元年10月5日、地下線により開業した。暗渠化の計画は1935年、昭和10年6月26日と8月10日に、連続して発生した鴨川水害と呼ばれる水害で、溢れ返った水が京阪本線の走る堤防を越え疎水を越えて、大東地区を浸水させた。この水害で、 鴨川の洪水対策として、川底の掘り下げと合わせて、川幅の拡幅が計画された。しかし拡幅には、京阪本線と疎水、鴨川運河が支障になったことから、京阪本線を琵琶湖疎水の地下に通すとともに、疎水も京阪本線の東側に直径4メートル、総水管を建設して総水し、潮工事付近に水力発電所を建設することが計画された。 しかし、太平洋戦争で計画は頓挫。鴨川の川底の掘り下げと橋の掛け替えが1947年、昭和22年頃まで続けられた。1965年、昭和40年頃に市場通りから松原通にかけての区間で疎水の上に駐車場が整備された。その後さらにモータリゼーションが進み、京阪本線と交差する踏切での慢性的な交通渋滞。 東大路通、河原町通りの渋滞対策として、京阪本線と疎水を地下化し、その上に川端通を付設することが計画された。1975年10月24日、都市計画決定を受け、1977年6月10日、事業認可、1978年5月25日、京都市と京阪電気鉄道との工事提携が締結され、 1979年3月20日、着工された。京阪本線の地下化工事は2度にわたる、オイルショックの影響を受け工事は遅れ、1987年5月24日に京阪本線は地下化され、その1年後の1988年5月10日に川端2が開通した。応答線の建設については別会社、鴨川電気鉄道で計画。 鉄道建設公団が着工、琵琶湖疎水のもとを建設するための河川法関係の初手続きが1984年4月に終わり、同年11月に着工した。応答線区間部分の疎水について暗渠化されているのは一部であり、大部分は解挙となっている。鴨川運河については、この工事期間中も仮設水路を作り、 墨染水力発電所への発電用水は止めることなく送り続けられた。トンネル内壁の補修、水路のコンクリート化、漏水部分の補修などは継続的になされている。最近では2008年に水路角の強大のレンガ部分の亀裂が発見、緊急に防護工事を実施することが決まった。1990年代に京都市が 第二疎水連絡トンネルの建設に着手したが、疎水の滋賀県側トンネル工場部に敷地がある温城寺、三井寺側が地下水脈が枯れる恐れがあるなどとして訴訟を起こした。三井寺側は敗訴を繰り返したが、その都度訴訟理由を変更して訴え続け、訴訟は約20年にも及んだ。最終的に2013年4月に大阪高裁で、 地上部分の所有権が三井寺川にあると認める一方、疎水の上下5メートル部分の所有権を京都市側にあると認め、さらに京都市は疎水の維持管理のため地上部分を無償で使用して良いとの内容で和解が成立した。同じ区間の距離が時代によって異なるのは起点、終点、起線の変化、遺憾、経路変更などが考えられる。 琵琶湖疎水の百年による、現在、琵琶湖疎水を通して、年間2億トンの琵琶湖の湖水を得ていて、京都市から疎水管舎金として、年間2億2000万円が、滋賀県へ支払われている。過去、大正時代には発電用水利使用料として、徴収されたが、政府から、収入の少ない地方公共団体から使用料を、徴収しないようにとの通達を受け、寄付金となった。 1947年に疎水感謝金という形で契約が滋賀県と京都市の間で結ばれた。これは法的な根拠なくあくまでも感謝金であり、滋賀県も山の植林、干ばつ、林道整備など水源地となる山の保護事業に使っているとしている。感謝金額の査定は10年ごとに物価変動を考慮して滋賀県と京都市が相談して決定される。 この契約は、消費税率が8%に上る、予定の2014年までとされていた。大津市美穂が先の取水口から、長良山を第一トンネルで抜け、滋賀県から京都府に入る。この第一疎水の京都市山品区の部分を、山品運河と称することもある。山品盆地の北辺に沿って、西に、初羽根、第二、第三角トンネルを抜け、毛上げに出て、 第二疎水と合流する。う、毛上げの合流点は、船だめになっており、かつてはここから南千次線だめまでの間、船はインクラインに乗せられていた。また、毛上げ浄水場、新山下浄水場、山の内浄水場、毛上げ発電所の止水もここで行われる。合流トンネルを出た疎水は、本線と分線に分岐する。本線は、 ケアゲ船ダメからケアゲ発電所を経由し、南前寺線ダメに放水される。白川としばらく流路を共用して、恵比寿川ダム、恵比寿川発電所を経て、鴨川東岸に達する。以後、鴨川東岸、佐岸大塩工事までは、川端通貨を暗挙で、以後は、外挙となり、鴨川を離れて、隅染ダムに至る。隅染ダムからは、伏見インクライン。 国道二十四号の拡幅用地に転用され、減損せずを経て、伏見区掘り詰めで、旧伏見城外堀の掘り川につながり、ここを本線の終点とする。この先、旧伏見港、ミス高門を経て宇治川に放水する。もしくは終点屋や,や上流の土橋付近で、疎水放水路、東高瀬川の経路も作られている。このうち、南前寺線ダメから、 冷勢の田辺橋の鴨川出会いまでを大東運河と称して、開通時のもの、鴨川出会いより、下流の部分を鴨川運河と称して、後の事業によるものである。毛上げからは北に向かう、疎水分線が分岐している。南禅寺の境内を水路閣でまたぎ、河根林、自称寺、銀閣寺西方を通り北新。若王寺神社から自称寺、 銀閣寺付近までの疎水分線の包みは、哲学の道として、昭和後期に整備されている。その後700メートルほど、今出川通と並走した後、滋賀越道で京都市上下水道局から建設局へ管理が変わる。再び北新市北白川疎水通りと並走した後、高野川を渡り、以前は分線から取水していた、松ヶ崎上水場の南沿から南西へ方向を変え、 下鴨中通りで、開局館は終わる。開通当時は、小川と、現在の紫、両通小川を終点とし、堀川に合流させた。鴨川遺跡は、指名通りの広い分離帯、これは、疎水の経路ではないがに、堀川通も合わせて、浸水公園として、開け水路を復活整備している。第二疎水は、第一疎水と同じく美穂が先で取水した後、 ほぼ全線トンネルと埋め立て水路暗渠となっており、毛上げで第一疎水と合流する。水道水源としての利用にあたり汚染を防ぐための全線暗渠とされる。琵琶湖総合開発計画による水位低下に対応して第二疎水連絡トンネルが建設された。第二疎水は京都市三大事業の一環として行われ、京都市岡崎にある 琵琶湖疎水記念館で資料を確認することが可能。琵琶湖疎水には、建設時に作られた3つの発電所が、第二次世界大戦での戦時統合により、関西電力の毛上げ発電所、4 5 0 0ット恵比寿川発電所、3 0 0ット隅染発電所、2 2 0 0ットとなっている。また、京都市が、毛上げのインクライン横の水路に、 出力 19kW の小型水力発電機を設置して電力会社への販売を計画している。朝霞疎水など先行する近代水路がオランダ人などの親とい外国人の指導によったのに対し、ビ和コ疎水は日本人のみで完成された。また、日本で初めての技術も多数取り入れられており、近代海産として非常に価値が高い。 経済産業省の産業遺産活用委員会は、ビワ湖疎水関連施設を含む、京都における産業の近代化の歩みを物語る、ビワ湖疎水などの近代化産業遺産群を、平成19年度、2007年度、近代化産業遺産33の一つに認定している。公益社団法人土木学会は、ビワ湖疎水の発電施設群、ケア発電所、恵比ス川発電所、 墨染め発電所を平成13年度2001年度戦勝土木遺産に認定している。昭和40年代前半まで、恵比寿川発電所部分の広くなった水面は、スイミングスクール京都陶水会創設1896年の練習場であり、水泳大会や古式泳法の披露なども行われていた。平安神宮南側の一部区間では、 観光シーズンなどに小型の遊覧船が就航することがあったが、大津から京都までの全区間での運航は、トンネル区間が多いことなどから実現されてこなかった。2010年の疎水管制120周年の目玉事業として、トンネル区間を含んだ遊覧船就航やインクライン復活が、京都商工会議所を中心に検討されたが、記念事業での運航には至らなかった。 その後、2012年の大津市長選挙で、小島大美が疎水の観光船運航を公約に掲げて当選。京都市長の門川対策に観光船運航の検討を呼びかけ、2013年12月には、両市長がボートに乗ってルートの視察を実施。2014年1月に、門川市長は、京都大津漁師役所や観光協会等のメンバーによる、琵琶湖疎水クルーズ。 仮称検討プロジェクトチームを発足させ、3月にはプロジェクトチームがトンネルの視察を実施した。門川市長は5月24日に大津市で開かれたシンポジウムで民間の協力も得た上で安全性確認後、2015年度にも試験運行を実施する意向を示した。2014年8月、京都市上下水道局の検査の結果、 トンネルは安全のための応急対策を講じなくても、船が日常的に運行できる状態であると報じられた。2015年1月、同年3月より試験運行を開始すると京都市や大津市が発表。2月に京都市が募集した試験運行の第一期の乗船者には定員の20倍以上の1万2000人の応募があり、3月27日に 実際の運行が開始された5月6日までの土日祝日に実施。4月25日から5月6日までの第2期の募集に対しても11.8倍の応募者があった。本格的な観光船運航に対しては、福音の関係で通行できる船のサイズや量が限られるため、乗船量だけでは採算を取ることが困難であるとする意見もあったが、 明治維新150年記念の観光振興も兼ねて、2018年に観光船が大付け揚げ館で運行された。運行状況については周運参照。勘弁のため、琵琶湖疎水の100年除述編を100年、また琵琶湖疎水史を疎水史と略す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。